こんにちは。メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではメンズファッション失敗あるあるを言いたいというテーマでお話をしてみたいと思っています。僕はですね、普段街でいろんな男性を観察したり、あとはですね、普段僕がスタイリングをするお客さんなんかを見ていると、ファッションで失敗しがちなポイントがいくつかあるなっていうのをすごく感じるわけですね。そういったポイントというのは皆さんにもきっと心当たりがあるのかなと思いますので、今回はその5つのポイントと、改善の方法についてですね、皆さんと一緒にシェアをしてみたいなと思っています。早速紹介してみたいなと思うんですが、まず1つ目は毎回同じような服ばかりを買ってしまうという失敗なんですね。これはですね、結構思い当たる節がある方もいらっしゃるのかなと思います。このように話している僕自身が当てはまるんですよね。クローゼットを開けてみると結構似たような服ばっかりが並んでいたりするんですね。ジャケットであればネイビージャケットがいくつかあったりだとか、僕はサタデーズニューヨークの T シャツが大好きなんですけども、今も着ていますよね。この T シャツも似たようなものがたくさん並んでいるんですね。このように男性って好きなテイストってある程度限られているので、似たようなものばかりを買ってしまうという方がかなり多いんですね。これはですね、僕自身も注意しなきゃなと思っているポイントなんですが、例えば僕の場合はサタデーズニューヨークの似たような T シャツがたくさん並んでいるんですが、それをまんべんなく使ってるかというと全くそんなことはなくて、気に入ったものがですね、せいぜい 2、3 パターンぐらいあって、そればっかりを着るんですね。ですので、同じようなものを持っていたとしても意外とよく使うものというのはごく一部に限られるわけなんですね。しかも同じような服ばっかりを持っていると毎回ですね、他人からすると同じ格好をしているように見えてしまうんですね。これはやっぱりあんまり良くないのかなと思います。ですので皆さんにはですね、同じようなテイストの服ばかりを買いそうになった時にはですね、是非一度立ち止まって考えていただきたいなと思っています。なぜこういったことが起きるのかというと、ポイントは2つあるかなと思っているんですが、まず1つ目は自分がどんな服を持っているのかあまりですね把握できていないというのが原因かなと思っています。多くの男性はファッションにめちゃくちゃ興味があるというわけではないので、自分が今どんな服を持っているのかってなかなかですね頭の中で管理しきれないのかなと思います。こういう時にぜひ皆さんに使っていただきたいのがスマホのメモ機能だとか、スマホのアプリなんかもあるんですね。僕の場合は携帯のメモ帳にこんな服を今持ってるよというのをジャンルごとに書き込んでいるんですね。例えば T シャツだったらサタデーズニューヨークのピンクのボックスロゴが入ってるものとか、あとはサタデーズニューヨークのシンプルな文字のロゴが入ってるものとか、こういった形でジャンルごとにですねしっかりと書き出しておけば、買い物の際にかぶりがないかどうかを確認することができるかなと思っています。僕の場合は文字を見ただけで大体どんなものを持ってるのかが把握ができるんですが、なかなかそれが難しい方はアプリを使うといいかなと思っています。僕はよくですねお客さんにご紹介しているのは XZ クローゼットというアプリなんですね。これがめちゃくちゃ便利なんですが、写真でですねそれぞれのアイテムを管理することができるんですね。ジャンルごとに T シャツだったらこれとこれとこれとこれがあるという形で写真で残しておくことができるので、それを見ればですね被りがないように買い物で注意をすることができるのかなと思っています。あとはですね、このアプリを使うと全身のコーディネートをアプリ上で組み立てることができるんですね。それを保存しておけば朝それを見るだけでコーディネートに迷うことなく着こなしが完成するんですね。これがめちゃめちゃ便利なんですね。僕はお客さんをスタイリングする際に買ったものは全て写真を撮らせてもらって、それをアプリを使ってコーディネートを組むんですね。そしてコーディネートが完成した画像をお客さんに送ると、あとはそれを見るだけで月曜日から日曜日まで自分の着こなしが見るだけで完成するので、これはめちゃくちゃ便利なツールかなと思っています。このように自分が持っているものをしっかりとアプリを使いながら把握をしておくと、かぶりが出ないように買い物することができるのかなと思っています。あともう一つ、なぜ同じような服ばかりになってしまうのかっていうところの原因なんですけども、これはですね守備範囲がめちゃくちゃ狭いからなんですよね。人っていうのは見慣れた服だとか着慣れた服ばっかりを着てしまう習性があるので、自分の守備範囲が狭いとこの範囲だけで服を買ってしまうので、いつも似たような着こなしになってしまうんですね。これを避けるためには少しずつでいいので毎シーズントレンドの服を取り入れてみたりだとか、いつもとはちょっと違う服を取り入れるっていう習慣を身につけていただくといいかなと思っています。本当に全体の 1、2 倍でいいかなと思うんですね。これはちょっとどうかな、失敗するかもしれないなというようなチャレンジングなアイテムをですね取り入れることで、自分の守備範囲が少しずつ広がっていくかなと思います。そういう買い物って失敗しがちだとは思うんですが、いつも同じような着こなしだけになってしまうよりは、やっぱりちょっとずつ失敗を重ねながら自分の範囲を広げた方が、今の時代に雰囲気に合ったファッションにも対応しやすいかなと思いますので、是非同じような服ばかりを買ってしまうという方はですね、全身の 1,2 割でいいので新しいテイストの服というものにトライをしていただきたいなと思っています。続いて2つ目の失敗あるあるなんですが、物持ちが良すぎるという失敗ですね。これはですね、一見するとすごくいいことのように感じるかもしれないんですよね。一つのものを買ったら物持ちが良くて、それを長く着続ける男性はかなり多いかなと思います。中にはですね、20代の頃に買ったものを僕らと同じ世代まで着てる方も結構いたりするんですね。日本国内で買う服ってどれも丈夫にできてるので、着ようと思ったらですね、平気で10年ぐらい着れてしまうわけですね。しかもちょっと高かったものだとか、ブランドものだとか、人からもらったものだと思い入れがあるので、それをずっと着続けてしまうんですね。でもその服がですね、今見た時に素敵に見えるかどうかっていうのはかなり微妙かなと思っています。最近だとですね、この流行のサイクルっていうのがますます早くなってるなというのを感じるんですね。僕は本とかで服っていうのは5年を目安として新しいものに買い替えた方がいいですよというお話をすることが多いんですけども、5年経つとですね、かなり古臭く見えるかなと思っています。最近はですね、それどころか3年ぐらいでもなんか雰囲気古臭いなっていうのを感じるようになりました。そういった意味では、高いものを買って長く着続けるという形よりは、手頃な服でもいいので定期的に入れ替えた方が意外とですね、新鮮な雰囲気とかは出しやすいのかなと思っています。物持ちがいいっていうのはすごく素晴らしいことだし、いいものを買って長く着るという文化も大変素晴らしいことだと思うんですが、そういったところにこだわりすぎてしまうと、どうしても今っぽさだとか新鮮さとか、新しい服を着ることでのワクワク感っていうものがなかなか出しづらいかなと思いますので、ぜひ服の鮮度というところをですね、意識しながら定期的に服の入れ替えというところを行っていただきたいなと思っています。続いて3つ目の失敗あるあるなんですけども、アウトレットに行って大量に服を買ってくるというですね、失敗あるあるなんですね。これはですね、いろんな方にお話を聞いてると結構当てはまる項目なんですが、アウトレットって楽しいですよね。僕も大好きで年に数回はアウトレットに行くんですね。なんかアウトレットに行くって決めただけで気持ちが上がってくるんですね。そこに行くまでの車の中での会話であったりだとか、アウトレットに行ってからいろんなお店をですね、軽く軽食をつまみながら回るっていう体験もめちゃくちゃ楽しいかなと思います。憧れのブランドとかもかなり安くなっているので、そういった中からですね、掘り出し物を探すという感覚っていうのは、いつ想像してもワクワクする体験ではあるんですが、僕自身はアウトレットに行ってもですね、実際ほとんど買い物しないで帰ってくることの方が多いんですね。というのも、なかなかですね、アウトレットの中で素敵な服を見つけるというのは簡単じゃないかなと思っています。アウトレットに並んでる服はどれも安くて魅力的ではあるかなと思うんですが、基本的にはですね、セールで売れ残ったものがそこに並んでいたり、あとは最近ではですね、例えばセレクトショップのアウトレットに行くとすると、そこに並んでるのはそのお店のアウトレット専用のブランドだったりするんですね。バーゲンセールで売れ残ったものばかりを並べているとですね、どうしてもサイズ切れがあったりだとか、色の偏りが出てしまうので、なかなか満足のいく買い物ができない方も多いかなと思います。そういった部分をカバーするために、アウトレットのオリジナルのブランドというものを作って、ちゃんと各サイズ各色を並んであるというお店が非常に多いんですね。じゃあ、こういったアウトレット専用のアイテムがコスパが高いのかというと、実はそんなことはないのかなと思っています。ですので、アウトレットで間違いのない買い物をするというのは結構難しいかなと思っていて、おしゃれ上級者だとか相当ファッションに詳しい人であればピンポイントでいいものを選ぶことができるかなと思うんですが、なかなかファッションが苦手なうちはアウトレットに行ってごっそり買っていくというのは難しいかなと思っています。価格が安くなっているというだけで判断基準も緩くなってしまいますし、ブランドものだからこの際買っておこうっていう気持ちの緩みがですね、結構失敗につながったりするので、それだったら通常価格でコツコツ服を買った方が意外と失敗は少ないのかなと思っています。またはアウトレットとよく比較されるのはバーゲンセールなんですけど、僕はアウトレットよりもバーゲンセールで服を買った方が意外とですね、間違いのない選択がしやすいのかなと思っています。セールで服を買う時のポイントなんですけども、一番忙しいタイミングを少しずらした方がいいかなと思います。通常夏場のセールだったら7月1日から一気に始まるってことが例年であれば多いかなかなと思うんですけども、それよりも前にですねプレセールと言われるようなものが始まったりするんですね。そのお店の会員の方だけにですね前もって先行でセールをやりますよというタイミングがあるので、そういった時であれば意外とですねお店も空いてますし在庫もたくさんある状況でゆっくりと買い物ができるかなと思いますので、本格的なセールのちょっと前に買い物をするか、もしくはセールというものが始まって少し時間が経ってからですね遅れて参戦するぐらいでも良いのかなと思います。それぐらいだと意外とお店は空いていますし、さらに値下げになっているのでコスパの高い買い物がしやすいかなと思っています。そういう場合にもですね前もってこれを買おうっていうのをもう決めておいてピンポイントで探しに行くというのが間違いのない買い物かなと思っています。なんとなくアウトレットだとかなんとなくセールに行って服を見ているとついつい安いから買ってしまうという失敗をしがちなので、バーゲンセールだとかアウトレットの買い物ではもうピンポイントで欲しいものをちゃんと決めてから行くということが大切なのかなと思っています。はい、続いて4点目の失敗あるあるなんですが、奥さんにファッションを丸投げしてしまう。これもですねよくやりがちな失敗パターンの一つなんですね。皆さんはですね男性よりも女性の方がおしゃれだと感じている方が多いかなと思います。これはもちろん事実ではあるんですが、どんなにおしゃれな女性であっても男性のファッションというのを素敵にコーディネートできる方は結構少ないなという印象を僕は持っています。それはですね僕のお客さんなんかを見ていてもそうなんですが、旦那さんと奥さんが2人でお買い物に来た場合でも奥さんめちゃめちゃおしゃれだったりする場合もあるんですよ。もう奥さん選んであげればいいじゃないですかって聞くと、やっぱりですね男性ファッションは分からないっておっしゃるんですね。しかも女性って当然ですけど男性の売り場に行くことってそんなに多くないので、どこに何があるのかもよくわからないし、どういうお店で買い物をすればいいのかもそもそもわからないんですね。あとはトレンドだとかこういうアイテムがベーシックだとかっていうところも意外とやっぱり異性だと分かりづらいので、どんなに奥さんがおしゃれだとしても服を買うのを全部丸投げしてしまうというのはなかなか難しいかなと思います。基本は自分で着る服は自分で選んだ方がいいと思うんですね。いくつかのポイントを把握すればそんなに服選びは難しくないかなと思うので、自分で選ぶということをまずは軸足とした方がいいかなと思っています。この服買いたいと思うんだけどどう思うという形でピンポイントで女性に質問を投げかけると、その時のアドバイスってめちゃくちゃ鋭いですね。僕もちょっと高いものを買う時には奥さんに必ず意見を聞くようにしてるんですが、丸投げしてしまうとなかなか難しいんですけども、ピンポイントで質問をするとものすごく適切なアドバイスをしてくれるので、女性の意見を聞く時にはですね部分的に聞くというのが一番いいのかなと思っています。はい、そして最後5点目の失敗あるあるなんですが、柄物ですとか色物で冒険をしすぎて失敗をしてしまうというあるあるなんですね。これはですねこれからちょっとファッションを頑張ろうと思った男性にですねよくありがちなんですが、おしゃれに見せるためにはちょっと色を華やかにしてみたいだとか柄物を使った方がいいんじゃないかと考えている方が結構多いんですね。先ほど1つ目の項目で自分自身の守備範囲を少しずつ広げた方がいいですよというお話をしたと思うんですね。その時に少し冒険をした方がいいというお話もしたかなと思うんですが、この冒険というものを色をちょっと大胆にしてみるだとか柄物を取り入れてみるという方向性は結構失敗しがちなんですね。メンズファッションにおいて使うべき色というのは結構限られていると思っていて、ブラックですとかネイビーですとかホワイトですとかブルーですとかこの辺りの基本的な色だけでも十分だと思うんですね。実際僕のクローゼットの中を見てみてもこのような色でほとんどが構成されているので、意外と柄物も少ないですし突拍子のない色っていうのも少ないんですね。ですので柄とか色であまり冒険する必要はなくて、例えばおすすめなのはサイズ感をちょっと変えてみる、これだけでも全然いいかなと思っています。例えば夏の時期であればシンプルな白の T シャツであったらいつもはジャストサイズだとかタイトなものを選んでいたとしたら、それをちょっとビッグシルエットに振ってみるだとか、持っているボトムスのシルエットがどれも細いものばかりだったら少し桃周りにゆとりを持たせてみるだとか、このようにいつも買っているようなベーシックなアイテムであってもサイズ感をちょっとずらしてみるだけでも全然雰囲気の違う仕上がりになったりするんですね。ですので冒険する時の冒険の仕方というところは少し工夫をした方がいいのかなと思っています。色とか柄ではそんなに遊ばずにサイズ感から変えてみるというのがまずは初級編としてはいいかなと思いますので、この点もぜひ覚えていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではメンズファッションにおける失敗あるあるを5つご紹介介させていただきました。皆さんもですね、思い当たる節が何個かはあったかなと思っています。このような失敗しがちなポイントを少しずらすだけでもですね、いつもの見栄えがだいぶ変わってくるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。メンズファッションっていうのも流行ですとかトレンドみたいなものがあるので、やっぱり時代の変化に合わせながら少しずつ自分自身も変えていくということが、ベースとしてはすごく大切なポイントなのかなと思っています。ただ冒険をするにもですね、一気にジャンプアップするのではなくて、いつも通りの服のサイズ感をちょっと変えてみるだとか、ちょっとだけ違う要素を取り入れるぐらいで冒険をしてみるとですね、皆さんのいつもの着こなしの幅が広がって新鮮な着こなしがしやすいのかなと思っています。ぜひ皆さんの今後の服選びの参考にしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山修でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。